ゃあすいません、じゃあチーズいきますよ。じゃあ、はい、はい、正面向いてください。はい、チーズ続けて何枚か取ります。まずは県予選突破を目指して一丸となって頑張ってください。とにかく怪我のないようにフェアプレーからの立ち上げでですね、間に合うかどうかっていうのが非常に心配だったんですけども、皆さんのおかげで、そして、皆さんの所属している企業の方々の全面的なバックアップです。今日まで、ここで本当に嬉しく思っています。チームワークが大切ですから、チーム練習ですね、そういったのは、やっぱ苦労しました。特に時間を合わせて、我々定時まで仕事を主にしているということで、各社の勤務体系とか休みの違いとかがありましたので、そういったところの合同練習の時間調整が難しいところだったやに、まず主体となった10社なんですけども、それ以外にも三助会員も、三助会員企業をたくさん集まっていただいて、そこにもですね、そういった三助会員企業にも選手を雇用していただくとか、そういうふうなことをして、相撲を広く、本当に新球場なんですということで、市全体として、町全体として、地域が盛り上がっていければというふうに思います。まずはですね、偉人は、勝利を飾りたいんですけども、非常に強豪に初戦から当たるということで、なかなか厳しいかもしれませんけども、若い球団としてですね、胸を張りながら正々堂々と市民球団として誇りを持って、頑張っていただきたいというふうに思います。